はい、パークホテルにやってきました。中に入ります。醤油を使ったカクテルを作ります。で使うのはシェリーですね。レブヒートというカクテルを作ります。でレブヒートっていうのはシェリーと炭酸のカクテルなんですけども、そんなに熟成の深くないシェリーにちょっとだけ醤油を足してコクを出すような、そういう作り方でした。シェリーは塩味があるものなんですけど、そこだけコクが入ることによってすごい美味しくなります。ちょっと飾り付けで、スダチ、できたらスダチがいいです。今日はスダチ、山椒をのせて完成です。次は米酢を使ってキールを作っていきます。でキールっていうのはそもそもワインとカシスのカクテルなんですね。皆さんねお好きですよね。でもともとその酸っぱい白ワインを飲みやすくするためにキールを作ることが発祥やったんですけども、それをお酢でやろうかということでやっていきます。でちょっとクラッシュアイスで飲みやすくしてあげます。飲みやすくするためにトニックを入れてアップします。あとキールロワイヤルチックな感じになります。この時点で美味しいです。最後にストローを添えて、じゃあね、完成です。冷やしやんですね。これ生姜要素ってことですね。モスコミュールっていうのはジンジャーエール割りですので、そこを少しちょっと足してあげる感じで冷やし飴を使用します。そこに白味噌を合わせます。白味噌自体に結構甘みがあるので、あんまり冷やし飴を強くしない方がいいです。そこに
スピリッツ。で生姜が入る感じですね。全体的に和風でお作りするので、モスコミュールって銅のマグで作ることが多いですけども、焼き物のグラスでお作りしています。最後にちょっと添え物としてタイムとスライスの新生姜。じゃあ次は白味噌のオールドファッションというカクテルを作ります。オールドファッションというカクテルはすごいシンプルにウイスキーに甘みをつけるカクテルです。なので白味噌の甘みと少し蜂蜜を加えます。すごい海外では人気のあるカクテルなので、海外のお客様にも楽しんでいただけるかな。はたっぷり使います。蜂蜜でちょっと複雑な甘みをウイスキーにつけていきます。味のバランスを見ます。普通多くの場合このままグラスで作ってしまうんですけども、ちょっと香りをうまくなじませかつ広げたいので、ちょっと変わった作り方をします。スローイングっていう作り方なんですけども、シェイクするほどめちゃめちゃこう混ぜる、ぐちゃぐちゃに混ぜるわけでもないんですけども、少しこう空気を含ませて氷となじませてあげる、氷でちょっとこう加水してあげるイメージで作る。
少し大きめの氷を用意してあるので、使ってモンブランのカクテル、モンブランのカクテルを作ります。まず白味噌を1杯ぐらい入れます。ぐらい入れます。で、このシロップですね、これもすごい栗の風味がついて美味しいので3、4杯入れます。とブランデーですね。と生クリームを入れます。一旦これでバーミックスで混ぜちゃいます、はい、でペースト状になったところにクラッシュアイスを入れます。でもう一回バーミックスで混ぜます。
を振りかけます。最後にモナカの皮を上にしてホイップクリームを浮かべます。こちらで完成です。じゃあ最後にマティーニ、マティーニもこちらの京都のきのこを使って、昆布と山椒のタブレットを漬け込んだものを使って最後旨味を引き出したマティーニをお作りします。きのこがすごい繊細なのでベルモットはもう極力控えめにかなりドライなマティーニにしていこうと思います。で、昆布と実山椒を漬け込んだきのこ、マティーニですね。最後ステアするだけの簡単なレシピではありますけど、その分やっぱりその昆布の旨味がすごく分かってもらいやすいと思います。あとやっぱりその木の実に山椒が入ってますね。もともとその辺の柑橘の香りはすごく相性がいいと思います。京都 Vlog 道草いかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Thank you for watching 京都 Vlog 道草。 Please subscribe. See you soon.